はい、こんにちは、カレンです。イエーイ。今日はですね、えっ、ー、と、YouTube チャンネルを紹介したいと思います。あの、偶然私のところにおすすめで出てきたチャンネルなんですけど、こちらです。えっ、ー、と、料理研究家リュウジさんのバズレシピっていう <laughs> あのチャンネルなんですけど、友達でももちろん知り合いでも何でもない方ですけど、まあ、多分有名ですよね。テレビとかに出られている。 方なんですけど、えっ、ー、と時短で美味しくて見栄えもしてまあ、安かったり。とか、あとは低糖質だったりとかっていうのか、なんかいろんなね。レシピがこう掲載されているんですけど、料理チャンネルって多分他にもいっぱいあるんですよ。私の知り合いもやってたりとかしてあるんですけど、何がこのチャンネル面白いかって作ってる？本人酒飲みながらやってるんですよ。 で、多分一日に4本撮りとかをしていて、飲みながら作って、飲みながら作って、飲みながら作って、四4本目なんて、もう動画が始まった瞬間から、<laughs> うぅーん、なんて感じかな、うぅーでぅー。 みたいな。なんか、もう酔っ払ってて何喋ってか分かんないし、い列回もってないし、なんか途中もなん、なんだろう、なんかどっか行っちゃってる顔とかしちゃったりとかしてるんだけど、やっぱプロのね、料理研究家さんなので、ちゃんと料理美味しく作ってるし、料、あの、包丁さばきとかもね、全然なんか見てて不安な感じとかもない。だけど、本当に、じゃあ今日はこれを作ります。じゃあ材料はですね、まずジョッキにですね、氷適量、ウイスキー適量、<laughs> 炭酸適量、か、飲んで。 始めたりするんですよ。で、なんか、じゃあ、火かけます。ごま油入れます。ちょ、火、温めます。って。あいい匂いしてきましたね。匂いで飲むんですよ。全 <laughs> 然、なんか、スタート、動画がスタートしてから2分ぐらい、マジで本当に、1ミリも料理始めないちゃん、あの、動画とかもあったりとかして、本当に面白い。 でも、ちゃんと美味しそうなのができるから、あの、ためにもなる。私参考にして実際ね、3品ぐらいもうすでに作りましたね。ためにもなるんですよ。ためにもなるけど、普通に見てても面白くてですね。<laughs> あの、最近暇さえあれば、ちょっとあの、なんかする。する 傍わらで流しっぱにしてます。しっかりこう見るっていう感じじゃなくて、もうあの声だけ聞いてるみたいな。で、それをね、こうね、イヤホンで聞きながら家事とかしてるじゃないですか。もう一人でケラケラ笑っちゃって。だからね、人から、傍から見たらね、私も変な人みたいな感じなんですけど、本当に作ってる料理名忘れたりとか、 何度も間違えたりとかするんですよ。だけど、本当に面白いから、本当に騙されたと思って見てください。あの、美味しい料理が作れます。笑えて楽しくて美味しい料理が作れますので、あの、まあ、足物でも何でもないんですけど、たまたま見つけたチャンネルです。よかったら皆さんも見てください。ということでお、お笑い、うん、笑い、えっ、ー、と、共有です。キャッピーの共有です。ということで、おすすめです。以上です。バイバイ。<laughs>